皆さんこんばんは。こんばんは。ジャニーのチャンネルです。こんばんは。よろしくお願いします。ということでね。はい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 、はい。新鮮じゃないですか。どうした？新鮮。ニノちゃんって言っちゃった。ニノないよ、ニノちゃん。ニノさんがいないという。あれ、なんでニノさんいないんですか？だからもうこれは実質言うともうジャーチャンネルですよね。ジャーチャンネル。ニノの部分ないんで。ジャーチャンネル。すげえな。ちゃんとお前は。今日なんでここに来てる、ここどこだか分かりますか？映画館ドルビーシネマさんに来ております。はい、声でかいな。嵐アニバーサルツアー 5x20 フィルムレコードオブメモリーズ、イエーイ。危なアニバーサル、アニバーサル仕切りで緊張してるいつもこの感じなん？この感じじゃないですか、いつも。なんか今日調子悪そうね。調子しか良くないですよ。調子悪そう。ずっと空回りしてんなって、うん、それをそれをですね、はい、3人で今日はいち早く見させていただこうということです。いや、いいですね。いいのいいみたいですよ。では二戸くんにも声かけたみたいなんですよ、うん、もちろん、はい、声かけしたみたいなんですけど、うん、ちょっと照れてこれます。照れちゃったんだ、はい、覚えてます。あのジャニーの部屋が完成した時、髪型褒められて照れて、うん、違うとこ行っちゃったじゃないですか。確かに確かに。今あれです、二宮くんって照れ屋さんなんだね。意外とそうっすよね。照れ屋さんなんですよ、ね、だから今頃はあの耳真っ赤にしてこれ見てると思いますけど。だってポスターあるよ、ちなみに。だってこれすごいっすよね。ほら、ドセンター。いや、これめちゃくちゃ熱くないですか？どうしよう、大丈夫？これ場合によっちゃ泣く可能性ないよ。可能性としてはあるんですよ。あるよね。はい、まあ、ライブはこれ見させてもらいましたけど、うん、映画になるとやっぱそのいろんな背景とかもこう照らし合わせたりされちゃうと、うん、ちょっと泣く可能性あります。フラッシュバックするところありそうよね。ありそうですね。僕たちの嵐、そしてみんなの嵐。じゃあ見ましょう、早速。行きましょうか。楽しみ。いえ。はい、こちらのドルビーシネマなんですけれども、はい、まずそのコンセプトはですね、その映画の持つ世界観に、本当に没入していただいて、で、その映画をより集中して見ていただく。本当の漆黒の黒が。漆黒。そして、音の方ですね。あの、音の方は我々ドルビーアトモスと言ってるんですけど。アトモス。はい、アトモスですね。あの本当にあの、まあ、歓声とか、はい、本当に臨場感のある歓声が座っててライブ会場にいるような感覚で映画を見 ることができると思います。ちなみにジャニーのチャンネルはご存知ですか？すいません、あのこの話を聞いて確認しました。一応いいねボタン押してます。ああまあじゃあそれだったらまあちょっと今引き寄りしちゃいましたよ、さすがに。いや見てくれてると思ってたんでちょっとごめんなさい、勝手にちょっとごめんなさい、おごっちゃってました。僕らの良くないところですね。配信からじゃあちょっと見てもらいたいですね。そうですね、もっと頑張っていきます。はい、
やありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいか。満足度が高いです。高いっすね。幸福度ですね。はい。やばい。だから2年ぐらい経ってるじゃないですか。ドライブから1、2年。そうだね。そっからまたこうやって見るとちょっと泣けますね。泣けるね。なんか、この時このメンバーはどう思ってたんだろうかみたいな感じでこっちも見ちゃうもんね。そうっすね。ストーリーがありますからね、ちゃんと。いや、確かにな。ちょっとじんときたな。あとやっぱこの映画館のこの空間めっちゃ良かった。めっちゃ良かったっすね、うん、音もすごい良かった。本当に極限までライブに近いっすね。近い。お客さんのその歓声の中って感じしたわ。中って感じしましたね。だからあの本当見学に行かせてもらった時の感じで見てました、うん、でスクリーンで見ると結構発見ありますね。こんなことやってたんだ、うんうんうん、なんか席によってねこう見え方が見え方違うじゃないですか。違ったりするからなんか全体的に見れるの。であとライブ見に行ってもライブ映像だけ見てることないじゃないですか。だからあここのあこのシーンこんなことやってたんだっていう発見ありました。楽しかったですね。いい時間ありがとうございました。やりました。あれよ。ちょっと何役に入れるの。分かるよ。分かります。ちょっと会いたくなったな、ね。絶対これ恥ずかしがってますよね。今頃この動画を見てるかどうかも怪しいです。怪しいですね。いや、よかったな。いや、ちょっと素敵なひとときでした。これは絶対見た方がいいですよ。これは見た方がいいですね。マジで。すごく幸せな気持ちになれる。すっごい幸せな気持ちになりました。いや。実際見ながら帰ろう今日は、うん、いや僕2曲目オーイエーで泣いてるんだよこれ実際に見た時あそうなんだ。実際に会場で僕オーイエーで泣いてるんですね。オーイエー口ずさみながら泣いてる。じゃあ以上ジャニーのチャンネル初の二宮君不在会これにて幕を閉じたいと思います。 Let's get the story!始まるんだよ。めちゃくちゃ良くないですか。魂入ってたね。最後の方にこう怪物くんの格好した子供、ね、子供めっちゃ可愛かったね、うん、あれやばくないですか。どれだけやっぱあれよ老若にあって 最低だマジで幅広くさ言い直した幅広くやっぱ支持されてるわけよ。